ということで改めまして、はるかぜすずしさんでございますけれども、えっと、まあ、冒頭見ていただきましたけれども、まあ、テーブルシネマな世界をですね、あの、楽しんでいるはるかぜすずしさんでございますけど、え、撮っている、え、カメラ、レンズは、まあ、当然のことながら、えっと、ソニーの、え、ZV-1 e は、まあ、まあ、もう、ラブでございますからね。 あのこれを使っておりますけどもレンズはまあ純正ではなくですねこれもまた春風涼しいラブなですねあのサメヤンの VAF シリーズですね今回は2 4ミリをねつけてあの近所のですね菜の花コーヒーさんに行ってねもう何十年の付き合いだけどあそこはね。あの とても美味しいコーヒーとハン,ーハンバーガーが美味しそうだったでしょあの出てたのを、まあ、ちょこっとあのテーブルの上でですねちょこっと細工して、まあ、ドリーな感じでドリー移動車っぽくですね撮ってみましたけれども、まあ、やっぱり綺麗なレンズだよね、うん、純正もいいんだけどさ あのシネマなこう今回みたいなこうドリーに乗っかってるような動きまああれ今何でうローラースケートみたいなあの安い5000もしねえようなあのタイヤの付いたやつの上乗っけてこうやってたら動かしてるだけなんだけどもまあ要するにカバンの中に入っちゃうドリーだよね、まあ、そんなのでまあもう映画っぽいものは簡単にできちゃうわけよだからなんかね大げさにこうさあのー、まだなんていうのかな映画業界が装置産業みたいな 感じつまり大きな高い機材を使って高いお金をかけて撮るんだけどまあでも上がってくる絵がその何千万のカメラで撮った価値があるのかどうかよう分からんっていうのは、まあんまはるかで数字的な考え方ですね。なものでこの、まあ、VAF というねああのまあある意味非常に安い価格の。 シネレンズを使って、えっ、ー、と、撮ったら、あんな感じに、どれからいいじゃないよっていう感じだから、まあ今作ってるね、劇場映画も、このレンズ対応されてますからね、実験でね、まあそれ、あの劇場でご覧あるという感じですけれども、ということで先日発表されましたのが、正式国内発売発表されましたのが、こちら、VAF 用の、えー、マニュアルフォーカスアダプターですけど、まあこうやって、まあ、この、 この位置を決めて、上からドーンと乗せてですね、よこせ、えっ、ー、と、ロック。ここのところのね、グリッとリングを回さないこれでロックされちゃうわけで、これでマニュアルフォーカスが達成されるんだけども、まあ、多くのね、あの、まあ、 はるかやすいさんファンになっていただきましたテーブルシネマでも面白そうだねと言ってくださる皆様このマニュアルフォーカスでも使うのかなとかなんかこうまあ7万いくらだっけするからこれはどうなのなんていう風に思っている方が多いかと思いますけれども、えー、やっぱりねあのー、かっこいいもうかっこいいで、えー、これはねあのー、プロニュースのレビューでもちょっと紹介したんだけど このマニュアルフォーカスアダプターなしでもね、なしでもこのレンズの、えー、とマニュアルフォーカス調整は非常に優れていからでこ、ここですごい角度が、ね、こう回転角度が大きいから、ここだけでできます。まあ、なので、えー、正直に言うと、この、えー、とマニュアルフォーカスアダプターはなくても同じ映像表現はできるので、これだけでいいんだけども、 でも、春風鈴木さんは、あえて、これを、ガチャコンとガチャコンとつけてですよ。よいしょ、ロックして、これで撮影に臨むわけでございますけれども、理由は、理由はですよ。理由は、まあ、これだけでも格好がいいんだけど、そうじゃねえんだ。あの、実を言うと、春風鈴木何をやりたいかというと、このマットボックス、マットボックスさんですよ、これ。あの、フィルターをつける箱だね。あの、 要するに無駄な光をカットして、えー、角型フィルターをつけるための箱なんですけれども、これが、ニャンとニャンと、ここにですね、ダイレクトオンで、ダイレクトついちゃうんだよ、スモールリーグのやつね。で、えっ、ー、と、ここでね、まあ、雑学として皆様、あのー、えっ、ー、と、覚えといていただくっていうかね、こう、知識として知っといていただくといいなっていうのは、このマットボックスの世界がね、 取り付け方が大きく分けて3種類あるんです。<laughs> で、昔はですよ。まあ今は持っててもいいんだけども、下にレールを付けて、で、レールにこれを乗っけて、で、えー、っと、ガッチャンって前からガチャンって寄せてきて、まあこの隙間はいろんな埋め方があるんだけども、アダプタリングで埋めたりとか、ゴムの蛇腹みたいなので埋めたりとかっていうことで、まあレンズ交換するのに一回これを前に、 レールがあて、ティッカーしたからね、前にずらして、レンズ交換して、もう一回挟むっていうサンドイッチ方式。これがね、まあ、ある意味伝統的に使われていたマットボックスなんだけども、で、それ以外の、まあ、いわゆる簡易のマットボックスっていうのは、このフィルターの、あの、フィルターネジのところに、えっ、ー、と、アダプターをくっつけて、で、そこにこいつをパコンとはめるっていうような、ねじ込み式っていう、 やつ。だから、このスモールリグのこの安値1万円ぐらいだった、この、えっと、マットボックスも基本的にはアダプターリング、あの、要するにフィルターにねじ込んで付けるっていうようなやり方が基本キットになってるんですけど、今見せたように、これ第3の方法で最近のやり方なんだけども、えっと、ここ、この、レン、あの、レンズ系がですね、規格化されていて、この外形がね、外側の 外形が規格化されていて、これ 95mm ってやつなんだけど、95mm で、えー、っと、のものは、このスモールリーグのマットボックスは 95mm アダプター、あの、なんて言ったっけえー、っと、リング、リングアダプターって言うんだっけえー、っと、名前出てた。あの、要は、えー、レンズを外側からキュッとこう、ねあの、締め込んで止める。で、このやり方がね、もう最近は主流になっちゃいました。なので、そうすると、 あの、レンズ交換の時は、このマットボックスを、ここ緩めて、バコーンってフィルターごと外して、で、レンズ交換して、ここに、バコーンっていうふうにはめますよっていうのは、まあ、これが、まあ、最近のやり方ね。この位置決めして、バコーンとこう。あの、最近のやり方ですね。っていうことなんで、まあ、あの、それの方がね、なんていうの、えー、っと、 フィルターリングでやると、どうしてもちょっとぶつけたりした時にレンズに対しての負荷がでかすぎるんで、まあ、もちろん外れるんだよ。あの、このアダプターのところの仕組みが、まあなんていうの、あの、そんなに強固に作ってねえから、ボーンと押したら、これだってボーンと押したらこれ外れるんですよ。まあ、そうしないとさ、カメラ壊しちゃいゃない。なもんで、まあ、そういうふうにはなってるんだけども、まあよりこっちの方が、えっ、ー、と、ずれないしね。あの、要するに、 ね、ねじ式だと、回回したら、ず、あの、緩んじゃったみたいなことが大きいんだけど、これならずれないんで、まあ、これがいいよね、と。ただし、えっ、ー、と、v f の場合は、レンズ交換するのに、当然のことながら、この、このアダプターごとバコンと外して、これでレンズ交換して、前から、ガボちょんってつけるから、まあ、ある意味ね、えっ、ー、と、この、このマットボックスだけ外すよりも、アダプターごと付け外してから、早い。あのー、楽ちん。 で、えっ、ー、と、今ね、この僕が持ってる、これはちょっとこのマットボックスはもう角フィルターしか入んないんで、角フィルターつっても前に紹介した国旗みたいなあの薄型のね、もうフィルターも入るんだけど、それよりもガラスタイプのあの分厚い、まあ4インチかける4インチっていうのと、えっ、ー、と、何ミリって言うんだっけな、えっ、ー、と4、四インチかける4.6と2分四4分の1。 4インチかける6と4分の1っていう、まあ、ちょっと横長、10センチかける10何センチの、あの、横幅10、100、あ、10センチかける150だから15センチだ、の横長フィルターを、あの、入れられるようになっているっていうことなんで、ここまで来ると、まあ,あの、本格シネマよねっていう感じなんだけども、まあ、そうするとね、あのー、今俺っちが欲しいのは、 また欲しい話になっちゃってったけど、あの、スモールリーグのこの上で5万円ちょいとするやつなんだけど、それだと、えっ、ー、と、ここにね、可変 PL、可変 ND、まあ、あもうちょっと多分正しい、ちょっと持ってないからわかんない。正しく言うと、えっ、ー、と、PL フィルターが2枚あって、それをこうグリって回すことによって、PL の役目もするけど、ND にもな、可変 ND にもなるよっていう、まあ、ちょっと、 あの面白フィルターを、えー、ここにさあのドロップインできててかパコパコってはめられてで上であのギアが出てからグリグリって回すとがグ,グルグルって回るよっていうタイプのまああの可変 ND が付けられるんだよねあの可変 NDPL が付けられるということなんのやっぱりこのえっ、ー、と何テーブルシネマ的なもんで考えてもまあその 可変 ND、可変 PL は使いたいんだよ。スモールリーグのい、e、いとかちょっとこれはできないんだけど、あの、そのフィルター部分と、この横の、えっ、ー、と、遮光部分は分離できるんで、まあ、この大げさでもいいんだけど、この、この前の、前の箱外しちゃうと、いわゆる今まであの、コッキンのフィルターとかね、あの、紹介してたけど、まあ、あれと同じような、 あの、角型フィルター入れられますよ、みたいな使い方もできる。ですよ。なので、えっ、ー、と、今、原谷さんはその5万いくらの、えっ、ー、と、スモールリーグ、多機能モジュラーマットボックス、えー、バリアブル ND キット3645って、投げだ。あの、っていうのが欲しくなっちゃったね。欲しくなっちゃった。まあ、テーブルシネマはさ、やっぱり簡単が、 命だからさ、軽い簡単な命だから、ここまでやっちゃいけないんだよ。ここまでね。ここまでやっちゃいけないんだけど、まあ、あと5万円かけると、えー、まあ、この、えー、あの、これが7万円,かあと12万円かかっちゃうとか、なんだけどもこ、このセットまで来ると、まあ、映画屋さんになったよね。完璧な映画屋さんじゃないですか、これね。もちろん、あの、カメラは、 VAF が作ってあれば別に、えー、とこのこっちじゃなくてもね E1 じゃなくても FX3 とか FX30 とか別に何でもいいわけないカメラはね。なんだけども、まあ、このレンズから無う化の世界がここまでいくと完璧ということになりますけどもまあ当然のことながらこんなにお金かけなくたって丸型フィルターの ND と、まあ、PL フィルターをつければ まあ、同じ結果にはなります。ね。なので、えっ、ー、と、これをつける意味は、かっこいいから以上 <laughs> かっこいいから以上だけど、春風涼子は前もちょっと見せたかもしれないけども、これね、えっ、ー、と、もう20年以上前に買いました。20年ぐらい前かな。買いました。えっ、ー、と、春風涼子の、えー、財産とも言える、えー、こちら。ガラスの、えっ、ー、と、 ディフェン純正、えー、ブラックプロミストですよね。これが2分の1。2分の1をつけると、ぽいよ。<laughs> 分わかんねえな。ということで、あの、ちょっとわかんな、ね、い。わかりにくいので、えっ、ー、と、ライトつけて、えっ、ー、と、これが今、ATXM を、まあ、何もつけないで、まあ、このぐらいのフレア感はあるね。このレンズはね。に、ブラックプロミストつけると、まあ、 こんなことよ。ねっねっちょっと、シネマな感じになるじゃないですか。まあ、このですね、もう10万円近くかかった、このブラックミスプロミストの角型ブラックプロミストをですね、あの、使うためには、さらにまた、原風さんは5万円の投資をしないと、ダメだね、ということになりますけれども、あの、いずれにせよ、いずれにせよ、 あのー、先ほどの、まあ、マットボックスシリーズをつければ、カっちょいうん。カっちょいっていまあ、普通の人ね、これ持って外で撮影するのは恥ずかしいかな。まあ、おっちゃんは仕事だからさ、こういうのをこうさ、出してさ、撮影したらさ、なんか結構みんなテンションが上がってさ、かっこいいね、みたいな話にはなるんだよね。なもんでさ、 まあ、これで、なんか、仕事してる気になるのさ。なるのさ。ということで、まあ、えー、はるさんの、まあ、最新の、まあ、大げさカメラキット。大げさシネマキット。だけど、えー、意外と安い。まあ、あれ安いのかな。どう、どう見たどう思うまあ、シネあの、VAF はちょっと冒頭の A を見ていただいた通りで、いいレンズだよね。 とってもいいレンズでございますね。で、今、まあ、あの、入荷してるみたいなんで、まだ買ってない方は、是非とも、あれ、ほら、春風涼し割リをもう一回作ってもらわなきゃいけないんだっけ忘れちゃった。あの、ちょっと切りてみる。うん。っていう感じがあって、で、まあ、この、この、マニュアルレンズ、アダプターを買えば、まあ、このレンズとしては、完成。なので、まあ、そうね、ここまで付けっと、確かにめんどくせえから、 まあ、あこの状態で撮影に行くとなんか、かっこいいんじゃねえのみたいな気がするね、これね。うん、で、まあ、この <coughs> マニュアルフォーカスアダプターだけど、つくね。えっ、ー、と、これフィルターを1枚、えっ、ー、と、付けまして、上でこれを重ねまして、フィルターね、丸フィルター1個なら大丈夫だな。 ああマルフィルター1個ならないでしょ。という感じね。だから、サーキュラー系の回すやつはちょっと難しいかもしれんけども、まあ ND をこなんなか入れっぱなしはできるね。このフォーカスアダプターね。という感じなんで、まあ、VF お求めになった皆様、あの、お金が余ってたらそんな人はいないと思うけども、あの、ちょっとまあ、あの、何、撮影現場で、おお おすごいねっていうアイテムです <laughs>。まああの、国金のさ、あの、国金じゃなかったっけ他のもあるけど、あの、あれだよね。あの、蛇腹あの蛇腹安かった時俺も買えばよかったな。あの、かっこいい蛇腹のやつあったじゃないですか。あの、フィルターのね。だから、あれをつけるっていう手もあるわな。なのでちょっとこう、 要するに、えー、最後のまとめになりますけど、原口鈴木さん的にはですよ、あの、テーブルシネマな世界、あの、お手軽シネマな感じはさ、いいレンズっていうか、ちっちゃく軽いレンズがまあ正義なんで、まあ、もちろんね、あの、これ、この間からこの、このソニー純正のこいつをさ、バシバシ持って歩いて撮っていくけども、やっぱりこれで撮るのは、面白いんだよ、これ。ニッパチ 135mm だから、これだけ、 135mm まで撮れるからね、ちょっとすごいアップが取れるからすげえ面白いんだけど、やテレビ的だよね、いずれにしてもね。だからズーム効果使うんだったら全然いいんだけども、そうじゃないとやっぱり今日みたいな、ちょっと冒頭のあんなか面白い感じのものを撮ろうと思うと、やっぱり VAF がいいね、やっぱりね。VAF なんか 45mm とか出てくる、早く出てこねえかな。20mm とね、20mm とあー。まあ。 100ミリも作ってるんだよね。だから、まぁちょっとこれ、前々回言ってるけど、とにかくサムヤンに行ってだよね。韓国サムヤンに行って、表現訪問して、いいレンズじゃねえか、じゃねえって一言だけ言れって帰るみたいな感じをやりたいなっていう気はするんだけど、まぁ、あ、いずれにしてもこうなるとかっちょえじゃないですか。なんかシネマやってる。まあ要はさ、シネマやってるねっていう気持ち、 なのでこの間からねいいものを撮るっていうことをあのいろいろ考えてるわけですよ。あのー、な,んなんで日本の映画が面白くねえのかなっていうのを逆に考えてるんだけどまあ一つは前から言ってるけどもうシナリオ書きが全然ダメ全然駄目でそれはなんでダメかってとまあ自分が出た学校の悪口いうことになっちゃうけどシナリオセンターっていう、まあ、老舗のもうテレビドラマはもうそこもうほとんどの。 でもなんかはあのー、うちだってマキコさんって星の金貨とかさ昔の面白いドラマいっぱい書いてたねあの女性の、あのー、ライターさんがいて俺ペペの頃にまだなんていうの雑誌の記者やってる頃にさ、あのー、ちょうどだからノリピーの星の金貨の。 あのシナリオが面白いかで、あの、先生の一番あの大切なものを見せてくださいっていう女性セブンの企画だったんだけど、それで行った時に、まあ、例えば、ピーター・バラカンさんのとこ行った時には、あの、サウンドディレクターっていう、まあ、ストップウォッチ、時間計算できるストップウォッチがあるんだけど、まあ、それだったりとか、から、えっと、えっと、他に、えっと、脚本家の市川。 生どう前ずずちゃったその人はまあ腕時計のタンカーカルティエのタン,タンクあんだっけが、あのーあのー、いいなとかさそれで内館真紀子さんは何だと思う脚本家内館真紀子さんのお,たお宝見せてくださいって言って行っ,ったら鉛筆だったおがすごいんだよ。あの一応俺行ってさ あのー、で一応僕はシナリオセンター卒業してもらって「あら後輩じゃない!」っていう話になって鉛筆だけ見せようかと思ってたけど後輩だからちょっと私の仕事場見せてあげるわって言ってくれてあのー、上で先生の書斎に入れていただいて普通マスコミ入れないって言うんだけども入れていただいてあのうち手巻子さんのさ、あのー、その執筆の秘密みたいなとこでさしたらさ 鉛筆は全部同じ長さつまりね書くスピードが変わらないバランスがいつもいってないのに鉛筆は全部長さで最初に削ったそれで書いて芯が丸まったら捨てちゃうっていうより誰かにあの他に貯めといてっていう感じらしいんだけど2回ぐらい削るのかないずれにしても1回削ったやつがずっと並んでるとその手のバランスの勢いで書きたいと。やっぱりね あの物書きにとってねこの集中力っていうのがとにかく重要で集中力が切れた瞬間にそこでシーンが面白くなくなっちゃうんだよだからどうやってその集中力を切らさないかっていうことが各作家さんのやっぱりノウハウになってるんであのリングとか螺旋の鈴木小次さんのとこ行った時には鈴木さんはあの東芝のルポっていうワープロじゃないと打てなくてもうねウィンドウズの時代だったのにルポをとにかく中古でもいいから。 56台買,買って貯めてやりますって言ってて壊れたらそれ使いますって言ったけどとにかくねやっぱりねににとってその集中力が非常に重要だ,とだから何ていうのあのね物語を書くってスポーツとかさ音楽に似ててさあの楽器とかさあのなんていうのスポーツの道具と同じだよね卓球のラケットとかさテニスのラケットとかスキーの板とかさだから変わっちゃうと駄目なんだよ。 なもんであのその鉛筆の話をしてもらったんだけどもあのまあそれは、まあ、何の話だったかというとシナリオが駄目だよって話の中ででそういう横伝の人たちはまだ何て言うのかなそんなにこう心の自由さを失ってないっていう感じなんだけど後追いする作家たちってどうやって僕らが教わったかっていうと。 まあ、例えば、あのー、書き方の基礎は非常によくできてるのでそれはまたメンバーページの方で、ね、あのご興味があればそ,っちその話はしたいかと思いますけれども、あのー、いずれにしてもねあのやっちゃいけないことっていくつか教わるんですよ。でそれはカメラワークを書くな、ね、例えば、あのー、窓の外には桜まではいいけども、ね、あのカメラが桜に寄っていって。 ななんんととかかにアップとかはかくなってって言われてんだよねつまり演出とかカメラワークにカメラマンの仕事に口を出すなとでそれはそれぞれの人が専門家なんだからそこに指示するなんて新人のあんたたちにはあの図が高いっていう、まあ、ちょっと権威主義的なとこがやっぱりねあるからさ映像業界中てねまの、あ、んなもんでそうやっていけないって言われてんでじゃあね新人が書いてくるもんどんなものかって言ったらやっぱりその子を考えなくなっちゃう。 書かないってことと考えないってことは全然意味は違うんで考えた上で書かないのと考えてないことは違うんだけどみんな考えなくなっちゃったのでそのせいでねなので台本読んでも全然面白くもんともないんだもんなのでまあそういうところであの面白くなくなっちゃったんだけどもそこでまた話が戻ります面白いものを作る上で何が大切なのかなっていうのを 考えた時に、おっちゃんは、なんかこのくだらねこのくだらないとやないんだけど、まあなんていうの、本当のプロしか使いませんよって、このね、あのマニュアルフォーカスアダプターとさ、マニュアルフォーカスアダプターって言って、ちょっとすごく話がさ、あの、50代以上の方ってから、まあ65以上の方、あの、えー、覚えがあるかと思いますけど、マニュアルアダプターと聞いたら何を思い出しますか マニュアルフォーカスアダプターじゃないよ。マニュアルアダプターって昔あったんだよね。知ってますあの、オリンパスの OM10 っていうのが出て、で、大場久美子ちゃんが CM、久美子ちゃんって言って俺年上だね。大場久美子さんが CM 出てて、あの、今の君はピカピカに光ってだっけあれこれ違ったっけあの、多分そんなのがあって、で、 あのー、要はフルオートフルオート簡単カメラとして OM10 っていうのが出たんだけどもちっちゃくて軽くてねオリンパスのねでそれはマニュアルをやるのにマニュアルアダプターってうこう何ていうのダイヤルをかカメラのこれにバコンとつけてそうするとここでシャッタースピードが変えられるようになるよとそれ以外は絞り優先だったんだねあれきっとねというようなマニュアルアダプターっていうのがあるんだけどまあそれを思い出しましたガガ でマニュアアルフォーーカスアダプターつけるじゃないでですかでねなんでこのマニュアルフォーカスアダプターみたいなものとかまあそう,いうかこう,こ,うこんなものがねあのー、面白いものを作ることに対して有効なんですかということを考えてるんですよ原田さんね。で やっぱりまた何て言うのかな音楽の演奏かなんか演奏してる姿とかさ歌ってる姿とかがさ人をさ一瞬で感動させるじゃないですか、ね、ほんの一瞬ですよ音楽っていうのは人を感動させるのねあれ何でだろうとでスポーツ選手がこうなんかやるのもさ一瞬で人を感動させるじゃないですかあれは何だろうか 当然ね CM でも一瞬で人を感動させる CM ってあるんですよだから15秒あったら人は感動するわけだからそこのエッセンスって何だっていった時に先ほどのシナリオ書きのことを思い出していただけるとどう集中するかというね道具を使ってどう集中するかっていうことが非常に重要だと。 いうふううふには,に涼は思うわけですよで、す、ま、よ、あ、例えばね俺なんかよくこう付き合うあう篠田信さんのとこにいた藤井ちゃんっていうねあのカメラマンがいるけど彼は結構そういうアーティスティックな野郎で役者と向か,向かい合って撮影始まると役者がすげえ演技しやすいっていうわけですよ。っていうのは 要するに演奏してるのっててはねジャズセッションしてるのと同じだからカメラの動きが演技に合ってるんだよね動きがねなのでまあ藤井の場合はその台本を与えてですねはじめにそのまあ要するに譜面だね譜面を用意して譜面に基づいて役者とカメラマンがセッションでそれがうまくいった時はすごい藤井の絵はほんの5秒10秒でもいいすげえ感動するものを撮ってくるわけですよでっていうふうに考えるとじゃあ この人がね、カメラに集中して、あのー、その集中による、なんていうの共和曲、共和曲あれあの、まあセッションだね、が生じる道具っていうのが必要じゃないかと。で、それは別に相手が虫だろうと草だろうと花だろうとね、風景だろうと同じなんですよ。カメラマンがそこに集中して、 カメラワークをするっていうね。カメラワークしないとなかなか多分難しいんだけど、それにしたって止まってたってね、一枚の人が感動するっていうのはいくらでもあるわけだから、その時もやっぱりカメラマンは、なんていうのかな、止まった世界の中でいろんなものを集中してそこに何かをつぎ込んでんだと思うけど、俺にはちょっとスチールの素養がないんでさ、言葉にはできない。だけど、動画に関しては、あのー、俺様はなんかいろいろ表現できそうなので、させてもらうと、こういう、 アダプターを返して、えー、被写体とのやり取りをするっていうことが、まあ、人を感動させる原動力ではないかというふうに、春風寿司は今、思うのです。なので、えー、春風寿司さんはこのスモールリーグのこの、この安っちい方じゃなくて高い方の、えー、マットボックスを買っちゃうんじゃないかなっていう恐怖感が今、<laughs> 恐怖だ。そんな金がどこにあると。 いう感じがしますけれども。ということで、まあ、春風さんのこのシネマ、シネマ、この v f マニュアルフォーカスアダプター、マットボックス、このセットが E1 を盛り上げて、これを、この道具を介して、春風鈴しの集中力念力がですね、映像になるんじゃないかというふうに思うわけです。この集中力年力、まあ、物書きだからね、その集中力が最高峰に高まった時に人が感動するっていうのは、 いくつも,もう体験しております、ね、今回の映画の中でも春風さんが集中して書いた、ね、セリフもう今回監督ももう春風さんのセリフは絶妙だよとなんでこの瞬間にこの言葉を言わせられるんだっって褒めていただいてて俺はもう有頂天常に有頂天、まあ、この間もね音楽屋さんねつ,つまり。 一瞬で人を感動させるクリエイター来てもらって打ち合わせしたわけだけども、もう彼らももう全然もう今回はこの面白そうだもう面白くやっていただけるということで何言ってるかもうわかんなくなってきましたけれども、今回ご紹介したのはえサムヤンの VAF 用のマニュアルフォーカスアダプター及びスモールリーグのやつっちマットボックス買い替え予定ということで、腹が出すしい集中して喋りも集中。だか喋りがさ、 あの頭考えながら喋ってることが多いんだけどさだめだねやっぱ集中してブワッとこう集中してブワッと喋ることによって皆さんの心に何かが届くんではないかということを日々主張。ということで「春風涼ぜし」でした。